よっこの棚心ラジオ。ラジオスイート FM 東近江をお聞きの皆さん、こんばんは。毎月第4水曜日はよっこの棚心ラジオをお届けしております。本日も19時から20時までの1時間生放送お付き合いください。お相手は滋賀県甲賀市出身の手話シンガーソングライターよっこです。よろしくお願いします。いやー、もう皆さん、今月一番言うた言葉は熱じゃないですか。もうなんか口を開けば熱熱って、もうね、人に会ったらなんかもう挨拶代わりに熱いですねって言うてるぐらい、もう今月だけでも暑いって何回言うたんかなと思うんですけれども、あの車運転してても外気温が35とかちょっと40度近くなってたりとかして、私平熱が低いんですよ。35度台でほんまあかんのですよ。あの健康的には36度台じゃないとあかんのですけど、私35度台やから37度とかの、まあ、皆さんが微熱と言われる熱でめっちゃしんどいんですよ。いつも出たらあんま出ないんですけど、でそれを上回る気温がもう意味がわからない。だからなんかどうなってんのって思うぐらいに、いや日本はどこに向かってる、まあ、日本というか世界中でこんなことなってるかなと思うんですけれども、ただまあね、あの熱中症にならないために皆さんやっぱりこうクーラーつけましょうとかね、まあ、つけるじゃないですか。そしたら室外機からまためっちゃ熱い温風出てるから、これってすごいなんかこうなんていうかな、さらにもう外気温がまた上がって、で車でもちょっと止めてるだけでももうエンジンかけてなかったら本当に死に至るような暑さになりますから、結局エンジンもかけっぱなしでとか、なんか悪循環でどん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 本当に地球温暖化じゃないけど、こういう風になんか地球温暖化って進んでしまうのかなとすごく危惧してるわけなんですが、なんかねもう皆さんとにかくもう命がもう最優先ですから、ちょっと冷房もったいないし電気代もったいないしやめとこうとかにはせずにですね、ちゃんとつけて、身の安全をね守っていただきたいと思います。私先週の土曜日に夏祭り2本立てやったんですけど、1本目が朝から朝の8時半から行って、で、音響機材全部設営して、で、全ての出演者さんの音響も私がさせてもらって、で、司会と自分のライブ等ってやって、もうずっと出っ放しだったんですよ。で水分はこまめに飲んでたんですけど、やっぱり塩分がちょっと足りてなかったみたいで、途中で顔がちょっと紫になってきてしまって、自分でもちょっと気持ち悪いなとかふーってなってきてるなっていうのがあったんですけど、きっとこれちょっと熱中症になりかけてたかなってたかやなと思うので、過信しないことです。私だけは大丈夫とか日陰やし大丈夫ってことはなかった。一応私もあのステージは屋根があったし、ね、ずっと日向にいたわけじゃないけれども、それでもやっぱりそんだけずっと外にいると気持ち悪くなったりしんどくなったりしたので、日陰やし大丈夫って思わないことも大事です。皆さんどうか水分とそして塩分ねちゃんと取っていただきたいと思います。で7月の最初の方には大雨があって、私も7日7月7日七夕の日の夏祭りとかもね、災害の危険性があるということで、日を変えてくださいっていう風になったりとかして、で滋賀県の、琵琶湖の水位もギリギリやったんですよね。あと10センチやったかな、これ超えたら結構滋賀県も水害が、あったんじゃないかって言われるぐらいね、水位が高くなってたりとか。でも滋賀県って本当に琵琶湖があるからああやって水溜めておけるけど、あれがなかったらそんだけの雨が全部陸にいてたらどんなことになってしまってるんかなっていうのをすごい思って怖くなりました。で私の知り合いの方も岡山に住んではったんですけど、岡山の方もやっぱりなかなかの被害を受けられて、帰り道道が落ちててね、気づかずそのまま車で落ちはったみたいで、もうそんなことはでも命があってよかったなっていう感じなんですけど、そういうふうに何が起こるかわからない毎日ですから、皆さんね災害だけはちょっとまあ防ぎようもないんですけれども、熱中症は自分の、ね、気をつけることで
防げますから、ぜひ皆さんね、夏を一緒に乗り切りましょう。そして今夜もですね、皆さんからのお便りを募集させていただいております。今回のトークテーマはですね、この夏を乗り切るために食べる、もしくは食べたいメニューです。自炊の献立でも、このお店のこのメニューが食べたいねんでも OK です。皆さんのおすすめを教えていただきたいと思います。ハッシュタグでカタカナでタナラジと入れていただいてツイートしていただきますか。よっこが教えてくださいとツイートしているものに対して返信していただきましたら、皆さんのね、そのお便り、私の方で拾わせていただきますので、ぜひ皆さん送っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では早速お一人目ですね。すーちゃん、いつもありがとうございます。なんてったってうなぎハモ料理、あ、長いこと食べてない、一緒です、一緒ですね。洗いハモすき照り焼きなど、夏はこれに限るということで、うなぎ食べたい、うなぎ食べたい。やっぱり高級品ですよね。あ、でも今なんかうなぎに似てるかまぼこ、皆さん知ってはります？うな、あのカニカマって言って、あのカニに似てるかまぼこみたいに、あのうなぎそっくりのかまぼこなんかな、なんか売ってて、それをあの今夜はこれ食べますって言って友人が乗せてたのが、ほんまのうなぎみたいで、ちゃんとかば焼きのタレと山椒もついてて、見た目はほんまにうな丼みたいなやつがあったんですけど、私もそれちょっとスーパー探しに行きたいなと思いました。どんなお味なのかね、もし食べた方がいらっしゃったら教えていただきたいと思います。それでは今年のね、夏も暑さに負けないように、1曲目よっこの曲からお届けしたいと思います。アルバム棚心より、よっこで空色クレパス。からかってばかり来る、そんなあなただけど、いたずらに笑うその顔に、あたしキュンとしてるから、どんな時もその瞳に映して、泣き虫な性格も少しずつ直すから、いつまでたっても子供は扱いしないでほしいの、もう気づいてるでしょ、100年後の明日もあなたが好き、¡Gracias!
私の感じているすべての幸せをあなたに棚心ラジオ、よっこのアルバム棚心より空色クレパスをお届けいたしました。さあここからは私の心強い相方を紹介いたしましょう。ちょっとお久しぶりですかね。天の声 G、はい、やってまいりました。いらっしゃいませ。もう相変わらずね、よっこちゃんはね、元気、どうよ、暑いでしょ、ね、暑い、この夏暑い、もうよっこちゃんも暑い、もう暑い、いろんなところでステージを繰り広げて暑い。そうなんですよ、ね、今年もね、はい、シーズンが始まりましたから、うん、イベントシーズンが、うんうん、はいはい、やっぱりこう1年間の中で、はい、7月の夏祭りが、うん、夏祭り皮切り、ね、私の中でで12月の、うん、まあ、クリスマスぐらいまでがイベントシーズンかな、はいはい、うん、ね、です。でそこからちょっと ね、あの落ち着いたりとかするんですけど、うん、これまた本当に今年は夏祭りが今週もあるんですけどね、あとでちょっとまた言おうかなと思ってるんですが、はいはい、でも心配なのが今週末台風、うん、あ来るね、台風来る、そう来るの。そしてね、でもさ、進路見てると、うん、どうなんだろうな、東京あたり東海ぐらいか、うん、ちょっとずれたら東北とは言ってたけれども、うん、野外でしょ、まあね、夏祭りは来る来る、ね、だからちょっと野外やし心配やなと思ってるんですけど、ね、なんせね、うん、なんせね、うん、久しぶりに私の、音楽の、素晴らしい相方がね、うん、うん、来てくれる夏祭りなんですわ。あ、そうなんだ。だからね、もう生粋の雨男なわけですよ彼は。あ、そうなんだ。彼は大阪から、大阪からね来てくれる予定なんですが、そうなんだ、そう、この番組にもよく来てくれてね、うん、命が来てくれる予定で、うん、ここ最近雨マークに変わったから、うん、もうよっこちゃんと命がね、いやいや私は違うと思う。違うの？私は違う。私は結構あのせめぎ合いで結構曇りぐらいまで頑張れる方なんやけど、あ、そうかそうかそうか、命台風連れてきたと思って、そう、これ言ったかな、ダメだ、命にその命のせいにしちゃダメだよ。じゃあ竜王のアウトレットさんで、あのイベント、あそこに野外ステージが、はい、ね、あるんやけど、あれ、あの竜王アウトレットさんが始まって一番最初にイベント中止にしたのうちらやから。命が来たの？そう、台風で。でもさ、命さ、うん、多分さ、うん、今これ YouTube で配信になってるから、うん、あの聞いてるかも、見てるかも分かんないよ。やめとこ、もう言わんとこ。でも来てほしいから来てねとは言うとこ。いいね、素晴らしいミュージシャンだもんね。そうなんです。で、うん、ほんまにやっぱり違うから、その一人でやるのと、うんうんうん、あの生のねギターが、あの全然違う。そう、おけにギターは入ってるけれども、うん、生でギター弾いてもらったらもう格段にグンとやっぱり、うん、そう、クオリティが上がるので、もうこれはやっぱり聞いていただきたいということでお呼びしたんですが、うん、はい、雨雲は呼んでへん、台風は呼んでへんで、命ちょっと頼ますということで、まあ、でもよっこちゃんのさ晴れ女でさ、ぐっとこう ね低気圧をね、どっかググッとググッとどっか早く。でもこれがまたね、うん、台風の勢力が海の温度が高いから衰えないんやって、うん、ああ、なるほどなるほど。だから今やっぱりこんだけ暑いのもさらにプラスされてるから、ね、だってもう35度以上、うん、いわゆる猛暑日と呼ばれる日がこれだけ続くってことは、ね、いやいやいや、寝れないし、まあ、夜も日本だけじゃなくてさ、うん、中国韓国なんか40度だ、もう
熱やんって言って高熱やんと思って、私もさっきも言ったけど、もう自分でもそんな体温になったことないのに、うんうんうん、気温がそんなことになったって、もうどう、もううちの猫ちゃんもやっぱバテてるもん。あ、もう猫ちゃんもかわいそう、うん、猫ちゃんもみんな毛皮着てるから、やっぱりね、あのもう本当に玄関の石畳の冷たいところでベタってなって、もうグタってしてるし、うんうん、あんまりご飯もね進まないし、やっぱ猫でも夏バテするんやなって思ったんですけど、まあ、でもほら、うん、夕立あたりが来ればね、そう少しはマシなんだけどね。そう、でもこれがまた野外ステージがね、ややこしいのよね、はいはいはい、夕立っていうのはね、ね、うまいこと来てくれたらいいんですが、あね、ね、まあ、そんな、うん、暑い毎日を乗り切るために今日は皆さんに食べたいものとか、うん、こう食べてるものとかをこう聞いてるんやけど、うん、今日夏バテ防止、そうそうそう、うん、今日 G が、このラジオに来てくれた時に、はい、横にお土産を持ってきてくれたのがすごい嬉しくて、なんかほらもう、いやもう大きなものを持ってくれないから、いやいやもう大きな愛情が詰まったフルーツを ね、 そうそうそう、ね、持ってきてくれて、うん、美味しかったね、美味しかった、やっぱ冷たいし、うんうん、喉越し、キウイがいいの、キウイ、キウイってでも、うん、王様っていう、なんか言わへんかったっけ、なんか栄養素のなんか、そう栄養素だから夏バテ防止だとかに役立つ、うんうんうん、よくほら、うん、点滴こう、はいはいはい、体で弱った時に打ってもらうじゃない、うんうん、だからあれに入ってる栄養素がキウイにほとんど入ってるの、うんうん、まあ、なんて名前だとかいうのはね、ちょっとなんか調べて、おうおう、調べていただいてね、うん、でもビタミン C とかも確かめっちゃ多いし、そう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 、美容と健康にめっちゃいいフルーツっていうので、うん、キウイはちょっと今度キウイいっぱい食べよう。だからキウイ食べるときに、うん、ほんの一つかみの、うん、やる海塩っていうのかな、うん、それをほんの純粋なお塩、そうそうそう、純粋なお塩、うん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 、それをちょっと舐めながら、なるほど、キウイ1個毎日ね、うんうん、1個1個ね、これやっぱ習慣にしないとダメよね、うん、急に食べても、毎日1個のキウイと毎日1個の卵、うん、卵、これはいいね、あ、なるほど、あ、うん、G がじゃあなんか毎日これは健康っていうか、まあ、夏バテしひんように食べてるよみたいな、実際今なんかあるあるある、あ、ある、何々、そらだって夏野菜、うん、夏野菜、トマトとキュウリ、うん、トマトとキュウリ、あ、いいな、え、Gが作ってるやつ、そう、いや、いいな、そう、いいな、そう、トマトといえば、うん、トマトといえばね、私今日素敵な手帳を手に入れたわけですよ、お、なんだなんだそれ、あのね、トマトと一緒に育てるあなたの夢の成長記録、売れる手帳、売れるってあれちゃいますよ、販売の売れるじゃなくて、あの熟すの方ね、皆さん、売れる手帳、十分売れてるじゃん、そう、いやいや、まだなんか計画を立てて目標を達成することが苦手 な熟成するという意味だね、まあ、そうそう、熟成、そうそうそう、なるほど、うんうんうん、で、なんかまあ、もちろん普通の手帳なんやけど、うんうん、自分がなんていうかな、どういうことをやっていくかという目標、土作りから、まず自分はどんな人っていうところから、種まきとかこうを自分で、こう自分を振り返って書いて、なんか書いていくみたいで、なんかトマトの成長とこうなんていうか照らし合わせて、なるほど、ね、サクセスストーリーをまず立てるっていうことだ、そう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 、なるほど、そうで色付けでどれぐらいできたかとかで、面白いなと思ったのが、うん、これね、うん、メッセージカードが一緒に入ってて、あら、この手帳の中に、うん、で目標や夢が叶うように自分にメッセージを書こうって言って、このなんか真っ白なね、何にも書いてないこの、うん、無地のカードが一緒に入ってるんやけど、うんうんうん、実はこのカードの中に、うん、トマトの種が入ってて、うん、今こうやってちょっとライトに透かしてみると、確かに 1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいちっちゃな種が入ってるの、種からだ、そう、だからこれにメッセージを書いて、うん、メッセージっていうか、うん、まあ、例えば何々したいとか何々なるとかいうのを入れ書いて、うん、埋めて、うん、こっから芽が出ると、なるほど、でこれも一緒に育てるみたいな、実際育てる、ただ実際ほんまに絶対芽が出るかは分からんって書いてた、うん、分からんって書いてたけど、うん、でもすごいなと思って、素敵やなと思って、うん、素敵だね、この、ね、うん、この、こんな素敵な手帳があって、夏野菜いいなと思ったので、ちょっとこの夏、どこでそれ手に入れたん、これね、ミッテさん、ミッテさんにあるみたいですよ、市役所、うん、東近江の市役所のミッテさんに置くかも、置いてんのかな、私ラジオ局に、うん、このラジオスイートのね、ところにミッテさんの商品がちょこちょこっと置いてるわけですよ、うん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 、でここでも実際に買われる方もいらっしゃるみたいなんやけ ど、 なるほど、そこでこの売れる手帳見つけて、うん、ちょっと自分の手に入れて、いいね、これはちょっとこの夏から
自分をまず土作りからして発芽して種まきして発芽して成長しなあかんと思って、なるほど、そう、いやでもトマトいいね、うん、トマトトマト、トマト、いやその手帳も素晴らしい、うん、やっぱりね、あの成功させるためにはいろんな条件、やっぱ段階あるからね、うん、そう、一足飛びにはいけないんですよね、やっぱり、まあ、それとともにトマトはいい、トマトはいい、私ね、うん、最近続けてるのが、うん、それこそお塩と蜂蜜、うん、ああいいじゃんいいじゃん、蜂蜜を、うん、蜂蜜とビタミン C とお塩を、うん、お水に溶かして蜂蜜塩レモン水を作ったり、あ、そうか、それそしたらさ、うん、パン焼くじゃん、うん、それに薄く切ったレモンをこう乗せて蜂蜜をかけて塩を振って食べればいい、それでもいい、それでも私今日は朝はクリームチーズと蜂蜜を塗って朝パン食べてきた、あ、僕は蜂蜜よく、うん、そう、でも蜂蜜も、うん、日本の蜂蜜がやっぱり私好きかも、すごく溶けやすいというか、うんうんうん、外国の蜂蜜ってちょっとなんていうかな、はいはい、ザラザラっとしてる、なんか日本、うん、まあ、品種にも違うんやと思うんやけど、ちょっとザラっとしてて、うん、溶けにくかったりこう口の中にザラザラが残るんやけど、うん、日本製の蜂蜜って結構とろーっとしてるものが多くて、最近そういうの多いね、うん、多いし、溶けやすいし、うん、口にしやすい、なるほど、蜂蜜ちょっとそのザラザラが苦手な人もいるって聞いたから、うんうんうん、ぜひね、日本製でも高いのよね、蜂蜜もそんな安くはないんだけど、高いよ、ね、うん、でも健康にいいと聞いたら、うん、やっぱりこれは必要かなと思って、私も最近続けてるんですけど、蜂蜜ね、うん、そう、ぜひね、うん、皆さんね、健康に的にしてるもの教えてもらいたいんですけど、ひろこさんありがとうございます、ありがとうございます、5種類以上の野菜でスープを作る、あ、いいね、あ、いい、あ、いい、なんかね、うん、美味しそうな動画も一緒に送ってくれてはるんやけど、あ、そうなんだ、今回これはナスと人参と、うん、これ何やろな、ピーマン、うん、玉ねぎ、うん、トマト、うん、あ、玉ねぎ、ピーマン、トマトは絶対入れるって、はいはいはい、であとこれしめじとナスかな、うんうん、セロリも入ってるように見えるんやけど、これをガラスープの素と塩ひとつまみ、なるほど、で味の決め手は、うん、生姜の搾り汁、それだそれ、これはそら美味しい、ね、生姜どこに出てくるかなと今期待してた、思った、そう、うん、生姜の搾り汁、なるほど、すごいな、いや、私でも何でも生姜入れるぐらい美味しいから、うん、夏こそやっぱ生姜いいんかも ね、冬はほら、はい、ね、体ポカポカするから、うん、いいよってみんな生姜すると思うけど、うん、あ、夏もやっぱりこう乗り切るためには生姜の搾り汁、やっぱほら夏ってのはさ、うん、どうしても暑いから冷たいものを口にしがちじゃない、ね、だから体冷えるじゃない、 そう、それを防止するためにはやっぱり生姜だとかピーマンだとかね、うん、シソとかかぼちゃ、シソ、うん、いい、シソ美味しそう、あ、いいな、美味しそう、あ、ちなみにそれそれ、ね、ちなみにこの親父ギャグだった今、え、シソ美味しそう、うん今気づいたわ、今気づいた、もう若いから気づかへんそういうところなんで手叩かれてんやろうと思った、ほんま美味しそう、美味しそうですこのスープは熱々でも冷めてもいいって、だからちょっと冷たくて冷製スープにしてもいいんや、でもやっぱりね、私も今日もおやつにアイスをね、今日子供たちと一緒に歌歌ってきた後に、うん、おやつにアイスをいただいちゃったんですけれども、私ね今ネイルもスイカ柄をしてて、そう、もう思わず食べたくなったね、そう、夏のスイカネイルをしてて、うん、でちゃんと今日スイカバー食べてきてないけどやっぱり暑い時はアイスに限るなということで、ね、次の曲をお届けしたいと思います、はい、沖縄にもね、ご当地アイドルさん、まあ、この前も一回この番組で他の曲をかけさせてもらったことがあるんやけど、うんうんうん、とっても可愛らしいご当地アイドルのラグーンブルーンっていうアイドルさんがいてはって、沖縄といえばそれこそアイス有名でしょ、うん、知ってます？ブルーシールアイスっていう、最近ね、私この前、うん、どこやったかな、セブンイレブンかな、うん、どっかでカップでブルーシールのアイスが売ってた、うん、あ、そうなの、うん、あ、沖縄のアイスやと思って、すごい食べた、そう、食べたくなって、うん、あ、いいなと、なんかシークワーサーと何やったかな、2種類ぐらいそこには置いてたんやけど、あ、今度買おうと思ってこう横目であっと思ったんやけど、そのねブルーシール のアイスのテーマソングを歌ってはるので、お届けしたいと思います。それではラグーンブルーでほっぺにブルーシール、
よっこずフレンズ。はい、というわけでここから先はよっこずフレンズのコーナーをお届けいたします。はい、今日ご紹介するのは、うん、あ、G もね、はい、一緒にいたよ。そうだね、この前、うん、あの東近江で C2 サミットっていうね、うんうん、素敵な、はいはいはい、あのイベントがあった時によっこと、うんうん、もう一人一緒にライブをしてた素敵なシンガーさんがいて、ね、そう、もう彼もいいね。いやもう、うん、まあ、イケメンやったでしょ、うん、イケメンやったし、まあイケメンはイケメンやったし、イケメンなんだけど、いやいやいや若いしね、あの姿勢がいい。そう、ほんでキラキラやった、なんか、うん、なんかこう、うん、シュッてしてはって、うん、ほんで声がいいね、声が良かったの、うん、なんかあの C2 サミットの日も結構暑くて、はい、でイベントがね、始まったのがこう、まあ、夕方ぐらいやって、ちょっと、うんうん、ちょっと涼しくなるかならんかぐらいやった、あの時も西日を浴びて強かったね。そうで、その時にこうなんか暑いしちょっと疲れもあるんやけど、うん、ふわっとこうなんか素敵なね声で、癒してくださったシンガーさんがいらっしゃいまして、お隣の三重県からいらっしゃってたということで、はい、山口、ね、そう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 、山口高政くん、はい、そうで、鈴鹿やから、あ、鈴鹿サーキットですねって言ってたんやけど、そう、ね、うん、でもほら私もみなくちやから、うん、鈴鹿ってすごい近くて、近いね、そう、もう本当に山越えたら鈴鹿やし、うん、近くですねって言ってて、あ、で山口くんは2010年の4月から三重県津市の津駅でストリートライブから音楽活動を開始ということで、うん、まあ、日々の暮らしの中で忘れたくない気持ちとか出来事をまっすぐな言葉とまっすぐなメロディーでシンプルなギター弾き語りに乗せて表現するシンガーソングライターということなんですけれども、今はこの、まあ、三重県のね、ライブを中心に東海とか、まあ、関西エリア、うん、滋賀県にもだから東近江に一番よく来てくれてたみたいですね。で、活動されてるということで、ぜひ、うん、またよっこのタナラジに遊びに来ていただこうということで、うんうん、今ね、日にちを調整中でございますけれども、もうぜひ呼んであげてください、はい、ね、来ていただきたいなということで、うん、で今日はお先に1曲ね、この前 CD を頂戴しまして、はい、皆さんにこのね今日の最終という4曲入りの CD から、うん、このタイトルになっているこの今日の最終という曲をねお届けしたいと思っております。では皆さん、ちょっと暑い毎日ですけれども、うん、ちょっとね、山口くんの爽やかな歌声でちょっとね涼んでいただければと思いますので、それでは山口高政くんで今日の最終。引き止めていた過去を投げ捨て答えを握りしめ飛び乗った最終の列車理解なんて求めるつもりはない、しまうこと、もう迷わないから、そこへ行くよ。深く刺さって、ああでも知らない、思いは消えやしない、浮かぶたび怖いくらい愛しい、忘れてしまう、you
しい。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで、情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社東近江市幸町2番28号八日市南高校前。電話番号0748232233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。滋賀県のライブ情報をお届けします。ということで、冒頭でちょろっと言ったんですけれども、7月28日土曜日、今週の土曜日です。17時30分から21時まで、愛東夏祭り2018が愛東コミュニティセンター前の駐車場で開催されます。ということで、よっここちらで先ほど申し上げておりましたが、ギタリスト命とライブさせていただきます。そしてですね、この日はなんとよっこのお友達の大道芸人さんを、これまた三重からお呼びしてるんでございます。ということで、何年ぶりかな、8年ぐらい前にご一緒させていただいて、加藤さんっていうね、とても素敵な大道芸の方なんですけれども、久しぶりにお会いできるので楽しみにしてるので、なんとか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 です。本当に皆さんぜひ我こそはという、もう天の声 S さんと僕と言って、うんうん、晴れ男 600%。 あ、 600%、 あの晴れすぎたら多分また倒れる人出てくるから曇りぐらいでね、なんとか、ね、あったらいいなと思うんですけれども、うん、もちろんバザーとかね、うん、美味しい、うん、美味しいものもたくさんございますし、そして大抽選会もございますよ皆さん。何当たるんやろう、私も参加できるかな。私ね、一回愛東の秋祭りやったかな、うん、2年前やったと思うんですけど、ビールが当たりまして、ビールが箱で、お、ただ私ビール飲まへんっていう私に当たってしまったみたいな感じだったんですけれども、ね、出演者、あ、だから私もきっと参加できると思うんだな。ぜひ皆さんね、7月28日土曜日17時30分から21時まで、あ、確かね、花火も上がるはず、確か。なので愛東夏祭り2018、愛東コミュニティセンター前の駐車場、皆さんぜひご集合ください。以上、滋賀県のライブスケジュールでした。よっこの棚心ラジオ、本日は G と一緒にお届けをいたしております。はい、よろしく。はい、
い、というわけで、あのね、じもしかしたら先月聞いてくれてたら、うん、あのご紹介してるんですけれども、はい、あの東京のねとっても素敵なバンドさんで、うん、イロニアさんっていうバンドさんがいてはって、うん、去年じゃ先月、うん、あの私ヨッコズフレンズでね紹介させてもらったんですけど、うん、そのねイロニアさんが、うん、あの来月なんですけど関西にライブに来はるんですよ。おすごい。そうだからね、せっかくやしやっぱりもっぺん皆さんにも、知っててほしいなと思って、8月の24日金曜日、はい、うん、金曜日です、うん、テイクカバーとアートハウス共同企画ということで、解散されるテイクカバーさんの企画ですかね、うん、あそうなんだ。で大切な仲間のバンドさんが集まって、うん、皆さんでイベントをされるらしいんですけれども、はい、ちょっとね、うん、神戸やから滋賀県からは一足あるんですけれども、うんうん、もしよろしければぜひ皆さんにもね足を運んでいただきたいということで、この前このスイートサレンダーっていう3曲入りで全部 A 面っていう、うん、全部 A 面のシングルをあのご紹介したんですけれども、今日もその中から1曲ね皆さんにぜひ聴いていただきたいなと思っております。もう一度ライブ情報をお伝えしておきましょう。8月24日金曜日、アートハウスにて、こちらチケットは2000円前売りで、当日2500円です。イロニア出演でございますので、ぜひ皆さん遊びに行ってみてください。それでは本日はこの両 A 面、両じゃないな、3 A 面シングルのスイートサレンダーよりジャスミン。
よっこの棚心ラジオイロニアでジャスミンをお届けいたしました。なんか今すごい可愛らしいなんかふんふんなんかなんかなったね盛り上げですね、風鈴のような ね盛り上げでございます、うん、というわけで、本当にね暑い毎日が続いているわけなんですけれども、この夏をね乗り切るために食べるもしくは食べたいもの皆さんから、聞いております。はい、あ、こだまレールスターさんありがとうございます。ありがとうございます、夏を乗り切るために食べる食べたいメニュー、食べたいのはうなぎのかば焼き。あ、やっぱりね、やっぱり食べたいね。ただやっぱりね、うん、価格の高騰で実際には焼きナス、うん、わもう最高。いいね、焼きナス最高。いやもうナスは万能ですよ ね。だからさっきみたいにスープに入れてもいいし、焼いてもいいし、いい、ね、あの私焼いたやつを生姜醤油で食べるのが美味しいんだわ、うん、もういい、ね、ご飯が進む進む。だってその上にさ生姜バーっとこう、うん、吸って、ね、醤油さっとかけて、そう、やで油とのね、うん、あの相性もやっぱりナスはいいから、うん、ね、まあ、取りすぎはあかんけど、うん、やっぱり美味しいし、うん、でお漬物にしても美味しいし、はい、ね、で、あ、こだまレールスターさんありがとうございます。あの、今日から、うん、今日私のねこのまあ、タナラジに関してはなんですけど、いつもユーストリームで、うん、あの生で配信してたのが、はいはい、YouTube のライブに、 YouTube ライブに変更しまして、うん、見やすいよとご意見いただきまして、はい、ありがとうございます。よかったです。今後もねこっちの YouTube ライブで配信させていただきますので、ぜひ皆さんね見ていただきたいと思います。そして、ラジオネームわったがったさんありがとうございます。やっぱり暑くて食欲が湧かない時があります。そんな時は、うん、ひき肉と豆腐と、うん、ゴーヤで、うん、ゴーヤチャンプルを作って食べています。もうゴーヤも、ね、やっぱりあの苦味がダメな人もいるけど、うん、私大好きな方やから、うん、やっぱりもうテンション上がる。もうゴーヤチャンプル出てきたらいいね。いや、であのゴーヤはほらあの緑のカーテンができるっていうのもいいですよね。ゴーヤでもさ、うん、苗売って買ったんだけど、うんうん、その苦味のないのもあるしね。で苦味は強いのもあるしね。中ぐらいも、中ぐらいもあるし、うん、いろいろあるんだ。いやでもだからまあちょっと苦味が無理っていう人はやっぱそういう苦味がないものがいいんやろうし、うんうんうん、中ぐらいがいいね。ね、ちょ苦すぎてもね、ちょっと渋いし多分きっと、うんうん、でも、うん、苦味が美味しいじゃないですか、うん、やっぱゴーヤは。もうだってさ、もう暑いところで食べられてるものは絶対いいから。そうだからさっきのね、うん、言ってたあの、うん、沖縄もそうやし、はい、沖縄といえばって言われたらやっぱりゴーヤチャンプルってね出てきたりするし、そうなんですよ。やっぱりゴーヤとかいいんでしょうね、うん、なんかでもそんな風に毎日あこれいいし食べようと思っても、やっぱなかなか進まない時あるじゃないですか。ほんで作るのに暑いでしょ、うん、火を使ったりとか、はいはい、ってなったらちょっと手軽にもうコンビニで、うん、あもう買っちゃおうかなみたいな日もきっと皆さんあると思うんですよ。あるある、あるある。そんな時のちょっとおすすめが、うん、おすすめメニューがあるということで、じゃあ皆さんちょっとねクイズ形式で参りましょう、はい。まあそんなちょっとあもう今夜はコンビニでね、ちょっと夏バテ気味やしご飯済ませましょうっていう時、次の3つから皆さん選んでください。はい、まず1つ目、うん、冷やしたぬきそば。おお、いい ね、これ冷やしたぬきそば、美味しいよね、うん、冷えたたぬきそば、うん、はい、2つ目、うん、冷やし中華。あ、これもまたいいかもね。もう夏といえばね、うん、じゃあ3つ目、うん、3つ目は、じゃあトマトとバジルの、トマトとバジル、もうこれまた夏ですから。冷製パスタ、冷製パスタいいですね。パスタいい ね、いやもうそれどれにしようかなっていうのを選んでいただきたいんですけど、なるほど、ちょっと皆さんシンギングタイムです ございます。はいはいはい、はい、冷やし狸そばか、うん、冷やし中華か、トマトとバジルの冷製パスタ。はい、さあ皆さんどれを選びますか。夏バテして、あもう今日作りたくないな、もう火も使いたくないな、今日はもう買って帰ろうか、もうこれ以上やると放送事故になるか、はい、はい、はい、というわけで、はい、最も栄養上でおすすめされているのは、うん、すごいジングル、じゃん、冷やし中華というわけで冷やし中華を選んだあなた正解でございます。そうですね。いや私は、うんうん、パスタ食べた俺もその方だった。そう、冷やし中華も好きやけど、うん、パスタ食べたいなと。トマトとバジルでね、そう、これいいと思ったね。そうあのパスタももちろん美味しいやけど、うん、トマトとバジルなんて最強に美味しいから、いやこれはもう冷製パスタだと思ってしまったけど、ね、思ったね、冷やし中華がねやっぱり、うん、まあ、あの野菜も乗ってますし、まあ、いろんな具材が入ってるからね。そうそう、であの、うん、お酢、
お酢が入ってるのがやっぱいいんですね。マスタードもあるし、卵の錦糸卵もあるし。そうだからやっぱり偏るからね、うん、これだけしか食べないとかなると、そう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 、やっぱりちょっとずついろんな食材が入ってるのがいいなということで、個人ひろちゃんありがとうございます。乗り切るための食べ物はズバリ冷やし中華、おめでとうございます。というわけでね、もうひろちゃんはバッチリだったということでございます。夏バテでご飯食べられない時でも手軽に食べてますし、うん、冷たいから僕の夏の定番メニューになってます。大正解でございます。大正解でした。というわけでね、あの冷やし中華、私もちょっと迷った時にはじゃあ、うん、冷やし中華選ぼうかなってね、思ったらいいかな。皆さんもぜひね、冷やし中華食べてみてください、はい、そしてミーヨマスクさんありがとうございます。ミーヨマスクさん、夏を乗り切るために食べると言ったら、うん、カレーピンポン、これもね大正解です。大正解、はい、とびっきりのスパイスの効いたやつを、うん、汗だくになりながらお口に頬張るといい、もう気分はインド人ということで。いやだからやっぱり、うん、さっき G が教えてくれたように、うん、暑い、普段からまあ暑いところ、うん、まあ、ちょっと滋賀県も今年は暑いけれども、うん、普段からまあ暑いと言われている国とか地域で、うん、あの食べられているものってやっぱり理にかなってて、はい、逆もそうですよね。寒いところで食べられているものは、うん、きっと体を温めるだったりとかね、うん、そういう塩分のこととか、うん、まあ、いろいろ考えられているんやと思うんですけど、やっぱり暑いところにね、あの、うん、習って、まあインドも暑いしやっぱり、うんうんうん、カレーっていうのはいろんなスパイスが入ってるからきっと体をね、調子を整えたり、ね、燃え上がらされるためにはカレーすごくいいんやと思います。特にほらカレーにさ豚肉入れるじゃん。あ、そう、牛肉派の人と豚肉派の人がいるけど、うん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 、豚肉はやっぱほら、あの給食のカレーは豚肉入ってたよね、そういや、そう、うんうん、あ、そんでほらゴーヤチャンプルとかも豚肉入ってるし、そうです、やっぱり豚肉もいいんですよ、ビタミン C もあるし、うん、とってもね、美肌にもいいはずなので、みなちゃん今年はやっぱりこう、あの、うん、豚肉とそうキウイとキウイと、トマト、トマトも、うん、トマトね、冷やし中華ね、うんうん、あ、こだまレールスターさんありがとうございます。ありがとうございます、冷やし中華がいいですとやっぱりね、うん、あ、よかったです、ね、ありがとうございます。そしてね、もう一つおすすめが来ているんでございます、うん、はい、和田井千織さんありがとうございます。ありがとうございます。夏はこれ、みな口のかんぴょうの中子に豚ミンチと油揚げ、うん、刻んだ生姜をめんつゆで炊いて冷蔵庫で冷やしていただきます、うん、ということで、かんぴょうね、みな口はかんぴょうの名産地なんです。なるほど。そう、私の地元ね、うん、であの栃木県に壬生町っていう町があって、うん、そことはかんぴょうで姉妹都市なの。昔大名さんがこう行き来をしてて、あのかんぴょうをこうやり取りしてて、だから皆口でもかんぴょうが栄えたし、あの栃木県の壬生町でもかんぴょうが栄えてるから、あ、そうなんだ。そうだからね、うん、あんまりこっちでは見ないけど、皆口は結構、かんぴょう干してたりしますよ。あ、時期になると、はいはいはい、あのペローンってこう、いや、あの東海の方でも、うん、最近見ないね、子供の頃はよく見たね。あ、見た。でもほら、うん、生のかんぴょうってあんまないでしょ。あんまり見ることが多分子供たちないと思うんですよ、うん、こう皮むきからだから売ってたりこう炊いてるやつは見てても、うんうん、なかなか生のかんぴょうをね、最近子供たち見てないと思うんですよ。最近目にしないな、うん、ね、うん、スーパーにもやっぱりあんまり売ってないから、その、うんうんうん、取れたところとかでしかね、はいはいはい、なかなか見れないんですけど、かんぴょうの中子ってわかります？ちなみに中子、中子、かんぴょうの中子、何かんぴょうじゃない、かんぴょうの中子、何それ。かんぴょうの中子っていうのは、うん、種の部分やから干す前にしかこう手に入らない、うん、そのくる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 っとして、あの種のとこ、うんうん、それを炊いて食べたりする。おいしい。種を食べるの？そう、種の部分、種の部分なんですよ。なのでね、ぜひ皆さん、あの周りも美味しいんですけど、うん、なかなか、まあ私もあんまり中子は食べたことがないやけど、あの港口とかでもね、あの産地の方でもあんま食べたことないんですけど、うんうんうん、結構その干す前には出たりするので、うん、そのかんぴょうの剥く、あの例えば体験に行ったとかやったら、その中子多分手に入るので、その種も美味しいかもしれないね、うん、そうで、多分あのかぼちゃの種みたいな感じかな。あ、そうそうそう、だからそれも一緒に炊くから結局はね、食べやすくなるし、だから豚ミンチ、あ、やっぱ豚がいいんですね。豚がいいですね。豚ミンチとで、はい、やっぱ生姜、
刻んだ生姜って書いてるからきっとねやっぱりもう乗り切るためのね知恵をみんなやっぱ持ってるわけですよ、うんうんうん、ね、じゃあ皆さん今日ね出てきたものを順番に食べて、そう、で蜂蜜塩水をちゃんと持って、うんうん、ね、さあ皆さん今年の夏も負けないようにね、うん、乗り切りましょう、はい、はい、また来月は8月の第4週目の水曜日に私の横の棚心ラジオはお届けします。その頃にはちょっと暑さはどうなってるんやろう、もう夏も終盤ですけれどもちょっとはね過ごしやすくなってたらいいなと思うんですが、皆さんね来月も多分暑いで残暑、残暑かな、だから気をつけてねいただきたいと思います。残暑もうちょっとよくまだ若いからさ若いからさっていうとこ、ね、で本当に皆さん最初冒頭にも言いましたけど、うん、はい、暑い時は我慢せずにちゃんと冷房器具もつけていただいて、ね、はい、日中不要な外出はちょっと控えてね、うん、家で過ごせたりとかする場合は、そういうね自分の命を本当に守る行動をとってくださいね。ではそんな時に皆さん DVD もよかったら見たらいいんじゃないかなと思うんですけれども、なるほど、私おすすめなのがですねこの前見たグレイテストショーマン、うん、ミュージカルの映画めっちゃかっこよかったです、うん、ぜひ皆さん、あ、ちょっと夜長いなまだちょっと寝れへんなっていう時はぜひおすすめでございます、見てください。ではそのグレイテストショーマンの中から1曲お届けしますね。 This is me、 バイバイ、バイバイ。